ドン、皆さんこんにちは。今日はこいつだ。ダーン、早速開けていきましょう。ダーン、はい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 、じゃーん、意外にちっちゃいか、めっちゃちっちゃいな。はい、エレコムの超小型ポータブルハードディスク。はい、エレコム超小型ポータブルハードディスク。読めない。なんだこれ、なんて読むの。ラクニエル、ラクニエル、ラクニエル。なんかすごいおしゃれ系です。はい。じゃ、こんな感じです。1TB です。はい、裏面こんな感じ。コンパクトアーミーボディ。ちなみに僕のパソコンは USB3.0 に対応してません。残念すぎるね。ま、早速開けていきましょうか。これどうやって開けんだ。やばい、開け、あ、ここや、ここ。あ、ここじゃない。え？え？なんてこと。やばい、開け口がない。ハサミ使いまーす。よっしゃー。パワーだぜ。これが USB3.0 のケーブルです。初めて見ました。これが本体です。かっこいい。内容物は本体と USB、 この2つだけです。AC アダプターとかは入っていません。めっちゃコンパクト。いいね。はい、見た目はこんな感じ。こんな感じでちょっとね、さーって線が入ってる感じですね。裏はこんな感じ。AC アダプター刺さずにパソコンに USB を挿して、挿すだけのタイプですね。今まで使っていた素朴の外付けハードディスク。でかいでしょう。はい。つなげるとこんな感じです。すごいスマート。ほんとスマート。ほんとちょっとね、なかなか分かりづらいかもしれないですけど、めちゃめちゃ高級感がある、超おしゃれなデザインって感じですね。はい。まあ、見た目はこんな感じです。ここの、縦のサイズは 11.8cm、 ここの横は 7.5cm、 ノコギリクワガタくらい。はい、じゃあまず僕がこれを買った理由について、1、2、3点ほど申し上げたいと思います。その1、配線がすっきり、これだけ、1本だけ。その2、USB3.0 なので転送速度が速い。やっぱりね、動画編集とかするようになったんで、やっぱそういう転送速度とかはね、気にしないとなと思います。デザイン、エレコムさんとなんか海外のおしゃれなメーカーさんがのコラボ商品みたいな感じなのかな。すごい MacBook Pro に合うはずと思って買いました。ということで、今回はね、実際にね、使ってみたわけじゃないですけど、僕が買ったポータブルハードディスクはこんな感じっていう紹介でした。個人的にはかなり満足。前のやつはもう本当にでかい、でかいし、コードがめちゃめちゃかさばるし、めちゃめちゃ遅い。そこがね、ネックだったんで、このね、こっちに変えて大満足ですよ。ちっちゃいし、おしゃれだし、何より配線が困らない。配線がすっきりするし、そして早い。見た目が超かっこいい。Mac にぴったりでしょうね。はい、ということでいかがだったでしょうか。価格は、だいたい8000円ぐらいかな。8、9000円ぐらいでした。これからは撮った動画はこっちに入れていきたいと思います。このサイズだったらどこにでも持っていけるし、何よりね、
あの部屋を移動しながらノートパソコン使ってね、編集とかねできるのが本当にいいなと思いました。1テラ入ってるしね、十分ですよ。今日はこんな感じで終わります。さよなら、バイバイ。